音楽の成績も悪かったし、ただどんなことでもそうだけど、あの生まれ持った才能っていうのもあるかもしれないけど、努力っていうか、もう好きなものに対してどんだけの時間を費やすかっていうことの方が、うん、まあ、重要だと思いますよ、うん、あのだってその好きなものすら見つからない人が多いわけでしょ今、多分そういう人も多いと思うんだけど、その好きなものを見つかったらそこにさ、若い時っていくらでも時間をかけられる体力っていうか、なんていうかあるでしょ、それがやっぱ一番僕重要だと思うんですよね。だって俺だってその今もしも何か好きになっても、そんなに昔みたいに時間をかけてそれに対して集中することはできなかったと思うから、今はできない。でも若い時ってさ、だからよく言うギターだってさ、何時間でも弾いてられたし、音楽だってどんだけ一日中弾いてられたし、 DJ やったってずっとやってられたけど、もう今は無理だよね、30分で飽きちゃうもん。だからやっぱり20代、うん、まあ20代30代行く手前ぐらいまでで自分の好きなことを見つけたら、もうとにかく思いっきりそれに時間を費やして、誰にも負けないような知識とかノウハウとかそういうものを得るべきだと思うよ。それがなんかその後の10年とかにすごく役に立つと思う、うん、そういうことをして俺はなんか今こういうところにいるけど、別に全然なんか好きなことやってたからね、うん、あんまり偉そうに言えません。